これがホーリーバジルの種です。こんな感じでね。で種はこの中、黒い粒々が入っているのが分かるかな。ここの中に種が入っています。これ結構ホーリーバジルって、まあ、バジル系はスイートバジルもそうなんだけど、結構この取るときに手に小さいトゲが刺さります。で、今日はこの種を簡単に取る方法、これをご紹介いたします。でちなみに、この種はだいたいこの花が咲いた後この種になるんだけど、この種がくっついてるのがこの 花になっているところが全部で 1,2,3,4,5,6 個、6枚の花びらに種が、くっついてます。で1つの花びらに、まあ、大体4粒ぐらいなのかな、くっついてるので、1つのこの房、花には24個およそ種が入っている計算になります。だから 1,2,3,4 この4個でだいたい100粒ぐらい、5,6,7,8 これ1本で200粒ぐらいがおおよそ入ってます。まあここに今種が1個起こったけどでね、だいたいこんな感じになってます。まあただ摘み取るまでに種が少しね若干落ちることもあると思うんで厳密ではないけど、まあ、大体そんな計算でいきます。大体これぐらいのもので200粒ぐらいが取れるんじゃないかなっていうふうにはおおよそ、検討がつきます。じゃあ早速ですけどこれを取るのにじゃあ何が必要になるかっていうと、まあ、200粒とか300粒とか400粒ぐらい取るんだったらこれぐらいの、袋、これはジップザック100均とかで売ってます。ちなみにこのサイズのものが、これです。縦が118、横が83、これで言うと縦が118、横が83センチ、もうだいたいこれと同じぐらいのサイズのものが入りますよっていうものを買ってきてます。でこれが40枚入って100円、100均でね、まあ、こんな感じで用意してあります。で今種をね取りました。こういう感じで分かるかな、種をねこういう感じで取ってます。種だけね、こんな感じでね取ってます。分かりますか。これ至って簡単なんでこの取り方をご紹介いたします。まあ、種だけ取りたいっていう人、まあ、この中にまだ種がいっぱい入ってるけど至って簡単な取り方をこの後やっていきます。まずこの、ジップザックのこの袋を開けてこの中に種を入れていきます。種をねこんな感じで、まあ、大体でいいです。それぐらい自分で出したいぐらい種を入れていけば結構です。こんな感じでいいかな。こんな感じで入れたら、まあ、少し空気が入ってる程度に蓋をします。少しこう空気が入ってる程度、空気が入りすぎていても、まあ、大丈夫だと思いますが、これで、あとは叩くだけ。10回程度叩けばもう十分、5回でも十分だと思うけどちょっと叩いてみます。はい、こんな感じでもうこんなに取れましたね。わかりますか、ほらこんな感じでね、ほら取れました。すぐ取れるでしょ。
じゃあちょっとね、これを取ってみて、どんな感じになってるのかなっていうと、はい、こんな感じです。こんな感じで、ほら、種がこんなに取れました。これでだいたい何粒だ、200から300ぐらいあるのかな、200ぐらいあるのかな、まあ、簡単に今 5,6 回ぐらいしか叩いてないだけでこんなに取れます。だもっと叩けばもっと出ますんで、まあ、簡単なあの取り方っていうのはこれジップザックで作ると、作るとっていうかジップザックに入れて叩いてあげると、まあ、こんな簡単に取れますということになります。まあ、皆さんもぜひ、種を取るときに苦労される方いると思うんだけど、まあ、例えばふるいにかけるとか、まあ、去年ね僕もふるいにかけてました。ただふるいにかけても今度ねこのほこりをね取るのがちょっとね不便だったり、種を一粒ずつポットに植えていきたいときにやっぱりこういう方が便利なんですよね。こういう風に種を取ってあげた方が、なのでどうやったらいいのかなって、まあ自分なりにちょっとやってみて、動画ではねいろいろ袋に入れて揺すると振ると取れるとかっていうのもあるんだけど、まあ、結構ねいろいろとなんだこのカスがいっぱい出ちゃったりだとかっていう問題があるんで、まあいろいろ試行錯誤しながら2年目にしてこれを発見しました。でちなみにこの種はまだ今年取れたばかりの種です。今年一発目の種だから、これが、例えばねこの色、もうこの色になってる種もあるんだけど、この色までしちゃうと結構ね種を取るときに、例えば種は取れるんだけど結局乾燥しきっちゃってるんで、こんな感じでねほら分かりますか、やっぱねゴミも一緒にくっついちゃうんですよ。だから種を取るときは一番いいのはやっぱりこういう緑がついてる状態で乾燥させておく、まあ、これは日陰干しをしといたものなんで、こういう色がついて乾燥して種が取れる状態になってますけど、まあ、こちらの場合は外に天日干しして日陰干ししてないでね、やったものはこういうふうにやっぱり茶色くなります。だから、日陰干ししたり、まあしてあげるとこれがしっかりと乾燥して種が取りやすくなるし、強いて言うとこういうふうにきれいに種が取れるようになります。なので種を取るときやっぱりちょっとね一手間二手間加えて工夫してあげると、こういうきれいな種の取り方ができるということで、ホーリーバジル、ね、最近大注目されてるようなんで、まあ、僕もねホーリーバジルは一生懸命育ててますので、今育てたい方、あとはね種をねどうやって取ったらいいかなって、特に種をね、こんな感じでギューッとかってね取ろうとすると指に刺さるんですよ、小さいトゲが。ホーリーバジルのここにねトゲがあってね、小さいトゲが見えづらいんだけどね、小さいトゲがねいくつも刺さるんですよ。まあ、それが結構、ね、痛いんでね、どうにかいい方法ないかなと思ってこれを発案しました。ということで皆さんも、こんな感じでやってみると、意外と楽に取れますので、まあ、取れるまでのこの乾燥のさせ方っていうのもポイントなんでね、まあ、そこら辺も含めてやってみると簡単に種が取れますので、ぜひ挑戦する方はやってみてください。じゃあどうも。